今回も毎週末恒例の睡蓮の開花速報をお伝えしたいと思います。今回はですね、メダカに餌をやりながら睡蓮を見ていこうと思います。こちらがまずピンクワンダーですが、だいぶちょっとね、花が小さくなってきましたね。肥料をね、そろそろもう切り始めてきたので、だいぶ花が小さくなってきたのかなって感じですね。ちょっとね、肥料の量をもう温帯睡蓮の時期がそろそろ終わりに近いので、まだね、やってもいいと思うんですけど、ちょっとね、最近ちょっと手抜きで、肥料の与えるタイミングがちょっと遅かったのか、だいぶ小さくなってきてしまいました。こちらは熱帯睡蓮のコロラタですね。熱帯睡蓮はね、これから時期なので、熱帯睡蓮はバンバン肥料をあげてますが、温帯睡蓮はちょっと少なめっていうのと、今月ちょっと遅かったっていうので、ちょっと花が小さくなってきてますね。そしてこちらが温帯睡蓮のマニーレッドなんですけど、マニーレッドもね、これね、夏になってくるとこんな感じでね、花弁がちょっと焦げちゃうんですよね。もう太陽光が強すぎてこんな感じで焦げてきてしまいます。特にマニーレッドとかが、一番焦げやすい品種だと思います。ちょっとね、夏の暑さには辛いみたいですね、この品種は。こちらがミックスのメダカたちは元気ですね。ミックスのメダカね、やっぱ強いですね。でこちらがサイアムニーフですね。こちらもね、花がだいぶ小さくなってきちゃいましたね。やっぱちょっと肥料が少ないのが原因です。追肥はしたんで、これからちょっとは大きくなるか、このまま終わっちゃうか、どっちかなって感じですかね。ちょっと足し水をしたので、花びらに水滴がついてて可愛いですね。そしてこちらが三色ラメと紅白の今年生まれの子たちですね。こちらもね、かなり元気で作為がいいですね。近々ね、この日もね、めちゃめちゃ暑くて、この週多分お盆最終日なんですけど、めちゃめちゃ暑くなかったですか。私の県ではね、過去最高の最高気温が出たぐらいなので、こちらのですね、ビオトープの水温を、前回もね、ビオトープの睡蓮の動画上げたんですけど、もっと高くなったので、また水温、メダカの餌食いの様子を上げますので、ぜひ楽しみにしててください。そちらの動画ですね、また近々上げます。そしてこちらの熱帯睡蓮のマイアミローズですね。これめちゃめちゃ綺麗ですね。今年から導入したんですけど、めちゃめちゃ綺麗です。熱帯のね、ピンク系は初めてなんですよ。こんな感じでね、葉っぱもね、おしゃれじゃないですか。マイアミローズの葉っぱなんですけど、こんな感じでめちゃめちゃ柄が入ってて、このね、また温帯睡蓮にはない特徴ですよね。そしてこちらが熱帯睡蓮の黄色、セントルイスゴールドですね。ほんとね、熱帯睡蓮はカラフルでいいですね。来年もうちょっと色増やして、よりカラフルにしていきたいと思いますので、ぜひね、来年もこうご期待ください。ニュー品種を迎えたいですね。で今度は紫ですね。こちらは熱帯睡蓮のティナ。こちらはね、ほんと熱帯睡蓮にしかない紫色です。めちゃめちゃ綺麗です。二輪咲いてます。でこちらが薄紫のコロラタですね。これはちょっと小さいですね。こちらが、熱帯睡蓮のミッドナイトなんですけど、こちらもね、焦げちゃってますね。ちょっとね、夏の日差しが強すぎるみたいです。こちらはピンクドーンですね。こっちは温帯睡蓮ですが、こちらはね、綺麗に咲いてますね。焦げもなく綺麗に咲いてます。でこちらが3色ですね。こちら3色の一群たちです。こちらもね、元気にこんな感じで餌をよく食べてます。真夏でね、ちょっと夏場って気味か、若干ね、痩せてる個体も出てきてるんですけど、餌食いはそんな悪くないですね。こんな感じでみんな一生懸命食べてます。食べててもね、若干やっぱベストな春とかに比べるとちょっと痩せてる個体もちょくちょく出てきてます。でこちらがガガブタですね。こちらは睡蓮ではないんですけど、睡蓮の仲間のガガブタです。可愛くないですか、この白い花。こんな感じでいっぱい咲いてます。入ってるのが今年生まれの3色みゆきの子供たちですね。でこちらがですね、ミスサイアムですね。こちら多分開花2日目か3日目ぐらいかな。ちょっと花の形がちょっと崩れちゃってますね。入ってるのが皇帝ですね。こちらめっちゃ赤くなってきましたね、皇帝が。開始当初ですね、 YouTube のこちらはまだそんなね、赤くない個体も結構いたんですけど、だんだん濃くなってきましたね。
本当これで工程大丈夫かなと思ってたんですけど、意外と濃くなってきました。やっぱね、成長とともにどんどん濃くなってきますね。そしてこちらが、葉っぱをかき分けてのマンカルボンです。こちらのマンカルボンも相変わらず綺麗なグラデーションですね。このオレンジピンクっぽいような感じで咲いてます。であちらの奥に見えるのが、八重じゃない方の普通の茶碗ハスですね。だからね、今回こんな感じでチューリップみたいに咲いてますよね。これめっちゃ可愛くないですか。チューリップみたいに咲いた茶碗ハスですね。奥にねまだつぼみが2つあるので、今年はね梅雨が長かったせいで開花の時期が多分だいぶ遅れてますね。こんなお盆の時期まで咲いてるのはちょっと珍しいかもしれないですね。去年とかもっと早く咲いてた気がします。このぐらいの頃にはもう終わっちゃってた気がしますんで、長く楽しめてますね今年は。可愛いですよね、チューリップみたいじゃないですか。こちらが今週の我が家のビオトープの状況です。ウォーターポピーも久しぶりに咲いてきました。今週はね、先週に比べるとちょっと寂しいかもしれないです。まあね、熱帯スイレンがね綺麗に咲いてますね。こんな感じで熱帯スイレンコーナーは華やかですね。温帯スイレンがねちょっとね元気なくなってきちゃいましたね。まあ、時期的なのとちょっと自分の追肥のタイミングが遅かったのがあります。そしてね、久しぶりにこちら、白系スイレンのラッタナウボンが咲いてきました。このラッタナウボンがね、ちょっとじゃ動画だと分かりにくいかもしれないですけど、うっすらねピンクが入ってるんですよ。これ純白の、純白の白にも見えますけど、実際はねほんのりピンク色が入ってて、これもまた綺麗です。このねやっぱね花がちょっと小さいですね、最初咲いたのより。でこちらは親の三色ラメたちが入ってます。こっちのね三色ラメもちょっと夏バテ気味か若干痩せてる気がしますね。こっちはベランダの熱帯スイレンゾーンですね。こちらティーナと、マイアミローズ、これね同じ容器に入れてるんですよね。これね、ちっちゃい株をマイアミローズの隣にティナ入れてたら、咲きましたね。ちょっとちっちゃいからいいやと思って放置してたら、意外とここでも咲いてくれました。ティナ、マイアミローズ、奥に見えるのもティナです。いや、ほんと綺麗ですね。熱帯スイレンはね、まあこのマイアミローズとかティナはね焦げないので、いいですね。直射日光からも全然綺麗です。これメダカたちは三色ラメと紅白オロチの今年生まれの子供たちですね。こちらはねまだ若いシューラは餌食いは抜群ですね。元気ですね。めちゃめちゃ餌食べてます。そしてこちらが反対側のベランダ、8月15日、翌日ですね。これアーカンシエルですね。これめっちゃ綺麗じゃないですか。このアーカンシエルもこの独特な花弁と、ちょうどねこのね、この一番個性的な葉っぱですね、この斑入りの葉っぱのとこで咲いてくれてました。やらせじゃないですよ、元からこんな感じで咲いてました。このね独特な葉っぱの上でこの独特な花弁を広げて、これもね白というよりはちょっとね薄ピンクが入ってるの分かりますかね。そしてこの出たての葉っぱ、ピンク色っぽい斑が入る、とても独特な葉っぱでめちゃめちゃ綺麗です。そしてね奥に咲いてるのが温帯スイレンのこれ、こちらですね。こちらセレブレーションですね。こちらもねピンクが濃くて、花弁もね結構多いですし、セレブレーションはねそこまで大きくならなくて、こんな感じで綺麗な花を咲かせてくれるので、コンパクトで楽しめていいですね。こちらセレブレーションです。アーカンシエルとセレブレーション。でこっちには、勝手に生まれたみゆきがいますね。これもねこっちのねベランダの容器はメダカ入れるつもりなかったんですけど、このスイレンを移動した時にどっかしらついてた卵がかえって、育ってますね。こちらはね週1回しか餌あげてないんですけど元気に育ってます。多分落ちた虫とかアブラムシが結構いるんで、アブラムシとかを結構食べて育ってるのだと思います。こんな感じでね立派になりましたよね。これ週1回しか餌あげてないんですけど、ここまで立派に育ってくれました。多分平日はねアブラムシとか、落ちた昆虫とかでしょうね。あと発生した微生物等を食べて頑張って生き延びてくれて、本当たくましいです。こちら夏の青空と太陽に向かうセレブレーション、綺麗ですね。こちらアーカンシエルですね。
そしてこちらがいつものビオトープゾーン、こちらカラフルに咲きましたね。マイアミローズ、左がコロラタ、奥がキングオブサイアムですね。ちょっとねこちらのコロラタがちょっとあれかな、いまいちな咲き方ですね。ちょっとちっちゃいからですかね。こっちもね多分これからですね。キングオブサイアムも多分これから開くって感じですかね。ちょっとお寝坊です。開花のタイミングは合わなかったです。こっちのねピンクワンダーもね焦げちゃってきてますね。まあ、今年の夏はね本当は暑いんでね、ピンクワンダーもこんな去年は焦げてなかった気がするんですけどね、ちょっと暑さにやられちゃってるみたいですね、温帯水蓮たちは。こちらのコロラタも多分もうちょっとお寝坊かなって感じですね。多分もうちょっと後に開いてきてくれると思います。そしてこちらがマニーレッドがより焦げ焦げですね。本当先週ぐらいまでがギリギリ見頃だったですね。この暑さにはちょっと勝てないですね。相変わらずこのミックスたちは元気です。こちらの今年生まれの紅白と三色ラメも元気です。こちらのねニーフはね焦げませんね、全然綺麗に咲いてます。濃いピンクで昨日よりもちょっと開いて豪華に咲いてますね。こちらのマイアミローズはまだ開いてないですね。多分もうちょっとお寝坊かな。セントルイスゴールドは咲いてます。こんな感じで睡蓮の早起きにも差がありますね。セントルイスゴールドは早起きですね。でもその分閉じるのも早いです。ちょっとこの辺はねマイアミローズと入れ替わりですね。そしてお隣がティナですね。こちらも綺麗に咲いてますね。相変わらず綺麗な紫です。こちらのねティナも焦げに強いですね。でこちらが、ピンクドーンですね。2日目、ちょっとね、まあ、ピンクドーン特有の退色してきましたね。3色も元気に泳いでますね。まあ、暑いのでね本当活動は活発ですね。でこちらがバケツ栽培のキングオブサイアムですね。こちらね一回体調を崩してかなりちっちゃくなっちゃったんですけど、無事夏までには持ち直して開花してくれましたね。6月ぐらいになんかねほとんど葉っぱとかもなくなっちゃって、掘り起こして大丈夫かなと思ってたんですけど、無事開花まで行けました。でこちらが、紫式部ですね。こちらもね結構暑さには強いですね。こんな感じでバッタがいますね。こいつが多分左側の花弁を食べたんでしょうね。ほんとね我が家バッタが多くてね、こんな感じで葉っぱがボロボロです。でバッタとねもう一種類ねでっかいね芋虫みたいのがつくんですよ。確か与党がハスモン与党っていう多分ハスの害虫なんですけど、ハスの葉っぱも食べるんですけど、スイレンの葉っぱもめちゃめちゃ食べるんですよね。結構ね大きめ芋虫ですね。ちょっとね芋虫苦手な人は無理かもしれないですが、まあ、動画もねちょっとあんま上げていいのか分かんないので、まあ、あんま上げないですが、まあ、ご要望があれば今度いたら撮影はしときます。でっけえ芋虫です。まあ、でっかっつってもそこまででっかくないかな。まあ、そんな害虫も我が家はいるんで、見つけ次第は取り除いてはいますが、キクネイタチごっこですね。こちらティナからセントルイスゴールド、マイアミローズがまだ開いてません。そして翌日8月16日、キングオブサイアムが綺麗に開きましたね。キングオブサイアムもねちょっとねこれからの時期焦げちゃいそうですね。ちょっとね先端焦えかかってますよね。キングオブサイアム、コロラタ、こちら結構綺麗に開きましたね。そしてマイアミローズがなんと開かない、逆パターンですね。キングオブサイアムが開くと今度はマイアミローズが開かない。これなかなかうまくいかないですね。ちょっとタイミングがずれてます。こちら今年生まれの三色とオロチとミユキの子供たちですね。もうね、この白ガチの三色っぽいのは一匹良さげなのがいますね。頭がオレンジの。でもね、ほとんどね、赤ガチばっかで、今年三色ちょっといまいちで心配ですね。ここも三色の子供が入ってるんですけど、ピンクワンダがだいぶ焦げちゃってますね。今年三色がね、なんかあんまいい個体がいなさそうなんですよね。こちらがコロラタですね。で、マニーレッド。これ多分こう今日咲いたやつなんですけど、本来はねこのぐらいの今多分ね葉っぱにちょっと隠れてたんでまだ焦げが大丈夫なんですけど、これね多分朝撮影してるんでまだ
全然綺麗なんですけど、この後からねもうどんどん焦げちゃいますね。本当本当はね遮光してあげるといいかもしれないですね。本当はこれもで、こちらが、ミックスタッチですね。本当はね遮光してあげるのがいいと思うんですよね。ミックスとマイアミローズいいですね。この風景もめちゃめちゃ元気ですね。手前のは多分姫白朝座が咲いてますかね。そしてお隣のサイアムニーフですね。こちらも綺麗に咲いてます。こちら上はエキノドルスの花が咲いてます。前も紹介しました、よくアクアリウムで使われる水草ですね。まあ、アマゾンソードとかが有名な仲間ですが、まあ、またそれとはちょっと違うエキノドルスです。まあ、熱帯魚ショップでねエキノドルス SP みたいな感じで売られてたんで、エキノドルスの一種としか表記がないので詳しい種類は分かんないです。エキノドルスもねほんとめちゃめちゃ種類があるんで、ちょっとどのエキノドルスかは分かんないです。まあ、SP ってことなんで何かの一種、エキノドルスの一種ってことですね。そしてこちらがマイアミローズですね。ほんとねマイアミローズよく咲きますよね。この綺麗でこんなによく咲いてくれて花上がりもいい、最高ですね。この青空とマイアミローズ合いますね。そしてこちらセントルイスゴールドですが、これ多分もう3日目ぐらいですよね。多分初日から咲いてたと思うんで、そろそろ倒れかかってきて終わりが近いかなって感じです。でもまあまだ綺麗に咲いてますね。こちらはね黒竜が入ってます。まあ、黒竜もね、まあ、オロチがいるんでそこまでは増やしてないですね。まあ、オロチの方がより黒いっていう感じですかね。でこちらが選別漏れの3色ですね。去年生まれですね。こちらはこちらもやっぱ赤勝ちが多いんですよ。でこちらは1軍の方の3色が入ってるピンクドーンなんですが、ちょっとね撮影時刻が遅かったのがちょっと閉じ始めちゃってます。こちら1軍の3色です。まあ、1軍って言っても我が家は甘い選別なので白勝ちの子とかも入れたりはしてます。でこちらがミッドナイトなんですけど、やっぱ焦げちゃってますね。焦げがなければあれなんですけど、やっぱなんだかんだ睡蓮も日よけが欲しいのかもしれないですね。で今年生まれのチビたちですが、ガガブタがめっちゃ綺麗にいっぱい咲いてますね。たくさん咲いてて可愛いですね。今年生まれの3色とミユキたちも元気ですが、本当に3色が赤っぽいのしかいなくて不安でしかないですね。本当にいい感じの3色が出てくるかどうか怪しいです。こちらのねミスサイアムもちょっとこれは開きかけって感じですかね。多分翌日めっちゃ綺麗に開くと思います。でこちらが皇帝です。いい感じの色になってきました。ちょっとねこれ日に当たってめちゃめちゃ輝いてますが、こっちもね元気ですね。皇帝は元気です。まだね卵持ってる個体も結構いますし元気ですね。でこちらが昨日ちょっと開きかけだったキングオブサイアムが綺麗に開きましたが、やっぱね花がねちょっと焦げてますね。太陽光強すぎです。ほんとね今年の夏暑いですよね。こちら陽気日です。暑すぎってくらい暑いですよね。ほんとね真昼間にはねメダカツも睡蓮のお手入れもできないですよね。もう朝やるか夕方陰ってからやるかみたいな感じになっちゃってますね。いつもだったらね午後とか午前中とかもねやってたんですけど、すぐにこの暑さだとねちょっと厳しいですね。こちら紫式部の開花1日目ですね。でこちら2日目綺麗に咲いてます。二輪咲きです。でこっちも咲きますね。多分翌日ぐらいにですかね。こちらが熱帯スイレンの道弁ですね。皆さんはどうですかね。昼間やっぱ暑くてできないですよね。自分も汗だくになりながら、まあ、できるだけ暑い時間を避けてやってますが、こちら茶碗ハスですが綺麗に開きましたね。こ
暑くてできないですよね。皆さんも本当熱中症には気をつけましょう。自分もねめちゃめちゃ汗かきながらやってます。水分補給と休憩をしつつって感じですね。本当炎天下なのでね、なかなかきついです。今週はだんだん温帯睡蓮が衰えてきました。でこちらまた別のとこにある紫式部が二輪と、こっち隣が道弁かな多分。めっちゃ綺麗ですね紫式部。ここはねバッタの食害がひどいですね。こっちはこちら開花1日目の紫式部です。葉っぱがボロボロです。バッタがいますね。もう食べてますね。これ決定的瞬間ですよね。これ現行犯ですねこれは。でこちらが道弁、こっちも道弁が2輪咲いてます。こちらがねまたちょっと別の場所にあるサイアムエンジェルなんですが、久しぶりねちょっとサイアムエンジェルっぽい薄ピンクの花が咲きました。めっちゃ綺麗です。ちょっとねぽいですね、サイアムエンジェルっぽい花が咲きました。まあ、前の動画で、まあ、ザ・サイアムエンジェルっていうのも上げてますので、ぜひそちら見てください。めちゃめちゃ綺麗です。本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。グッドボタンやチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。こちらのねティナもめっちゃ綺麗に咲いてますね。ではまた。